おや、マスター、その様子では当方に何か用向きがあるようだな。ふん、そしてその用向きとは、直接に言えばバレンタインデー、チョコレートだろうか。東方が持つ英知の結晶の力である。ありがとう、心より感謝を。ん？ブリュンヒルデからはもらったのかと。一応はな。いや、この話はやめておこう。それよりもだ、東方からも贈り物がある。だが、その前に少しばかり測定に付き合ってほしい。ああ、まずは貴殿の目を見せてもらおう。いや、近くなければダメなのだ。貴殿の視力を測らせてもらうにはな。大変失礼した。これにて測定終了である。それでは、取得したこの情報をルーンに刻み、ダヴィンチ殿からいただいた素材の切れ端を混ぜて、あとは原初のルーンにより素材を固着化。いかにも。マスター、貴殿の視力が良いことは承知している。なので、このメガネにはそれ以外の機能を付け加えることにした。眼精疲労の自動回復機能、視覚的混乱の自動抑制機能、強烈な光、あるいは見てはならぬものを見ることで目がつぶれる、そういったケースをこのメガネは防いでくれるだろう。おまけに頑丈だ。サーヴァントならともかく、そこらの獣では貴殿の眼球に傷一つつけられまい。これをもって貴殿の贈り物への返答としたいのだが、いかがか。何の。貴殿は東方のような武骨極まる存在に礼儀を尽くしてくれる。召喚されて以来の感謝、このメガネに全てを込めたつもりだ。あとは東方のセンス次第、つまり似合っているかどうかだが。